こんにちは。今日はね、そう、ZEPPのレッスンで振り入れですね。今日も何曲だろう、何曲か分からんけど、とりあえず振り入れが大量です。もうね、ただいま頭がパンクしそうでやばいんですよね。ほんと助けてほしい、誰か私を助けてほしい。本当に記憶力がなさすぎて困ってます今。レッスン着を入れて、あとは入れる。そう、皆さんに何個かお知らせをしなきゃいけないんだよね。私まず1個目、青春ガールズ公演がねあるんですけど、その応募が始まってるんでしたっけ。もう始まってるんだよね。6月25日、もう2日前だ。やばい、今日だ。今日の11時59分までが応募期間となっております。今日までです。皆さんを忘れずに、もう私たちのこの8期生の動画が見られるのはもう最初で最後か、嘘か、最後かもしれません。いや、わかんない。もう一回やりたいなら、やりたいっていうか、やれるならやりたいですけどね。何回もぜひ応募してみてください。そしてもう一つ、ですね、手形会とサイン会があります。今回も第1弾応募、6月26日土曜日の10時から、昨日の10時から、締め切りが7月4日の11時59分です。手形会とサイン会、まあ、このあのね、こういうチフラグでも手形会とサイン会したんですけど、まあ、あんな感じなんですよね、きっと。サイン会ぜひ、あ、第1弾が先着順じゃない、普通にあれなんだけど、第2弾は先着販売なんだ。知らんかった。そういう感じらしい。ぜひ待ってます。手形会とサイン会お待ちしてます。私がサイン書いて手形を押すというイベントになっております。まあ、どんなものかわからないって思う方はまあきっとこの中にいると思うんですけど、YouTube にまだ上がってるかな、アーカイブ配信みたいな、もし上がってたら、上がってたら、それを見てみるといいかもしれない。もしかしたら、まあ、手形会サイン会って言われてもね、なんじゃこりゃって思う方もきっと、もしかしたらこの中にいらっしゃるかと思うんですけど、多分 SK48 の公式の YouTube にまだあるかな。1月にやったやつが残ってれば多分きっと見れると思うので、見てみてください。こんにちは。今日はね、ちょっとね、あんまり長くやっていられなくて、また今日ももう少し20分ぐらいしたら終わろうかなって思ってます。こんにちは。さっき初見の方見つけたんだよな。アギフトもありがとうございます。 SK48 チームエースのしぐれづきです。ありがとうございます。初見の方ありがとうございます。こんにちは。今日もリハーサル頑張ります。ここ閉めようか。閉めれんかった。あ、ダメだ。まあいいとしましょう。私ボタン閉めるのめっちゃ苦手なんだよね急な、あ、来た、あ、できなかったそう、ボタンめっちゃ閉めれんのよ。制服の衣装とかあるけど、袖のボタンめっちゃ閉めれんのよね。
いつもメイクさんじゃない衣装さんに締めてくださいってお願いするの。それぐらい締めない。あ、来た、来ました。ボタン締めりっかかり立候補したい。じゃあ選んであげる。ボタン締め係応募してくれるんですか。そう、ボタンっていうものを締めるのがめっちゃ苦手。なんかサイン会、そう、大変っていうか、サイン会のコツは周りに流されないこと。やっぱ周りが書くの早かったりするとなんかそれのスピードに飲まれてやばい急がなきゃってなっちゃうから、もう周りのことなど気にしない、自分のペースで書くこと。まあこれは自分に言えることなんだけど、ファンの人は別にね、まあずっと見てくれればいいんですけど、その配信を。そう、周りに流されないこと、自分のペースで書くことです。ことはこんにちは、さっきも初見の方見つけた、ありがとうございます。 SK ホテルチーム S の石倉由紀です、ありがとうございます。サイン手形待ってます。前のサインしてもらった飲み出しに手帳に挟んで持ち歩いてる。何それ、嬉しい。いやでも私もオタクだったらそうやってるだろうな、絶対にやってるわ。確実にやってますね、絶対持ち歩いてる。こんにちは。なんか前髪不調すぎ、不調すぎやな今日。なんでこんなスカスカなんだろう。だってゆずさ、もしファンの人側だったらさ、本人不在の誕生日会とか平気で開いちゃいそうで。ほんとそう、開いちゃいそうじゃん。あ、初見の方ありがとうございます。 SK ホテルチーム S こんにちは。そう、本人不在のお誕生日会開こうかな。こんにちは。そう、勝手に生誕祭開くから。あ、ギフトありがとうございます、たくさんありがとう。そう、ケーキ買って、あのなんかいろいろもうグッズめちゃめちゃ並べてやっちゃうかもしれない。サイリウムとか並べちゃって、でアクキーとか、なんかアクリルスタンドとかもバーッと並べて、そう、ハッピーバースデーみたいな。ええやん。いや、そういうの絶対嬉しいと思いますけどね、なんかそういうことやってくれる人いたら。私だったら嬉しいよ。私だったらめっちゃ嬉しいよ。推しが卒業して新しい推しを探してます。推してもいいですか。あ、ぜひ推してください。そんなね、推すにね、推すっていうことにそんなね確認なんていらないんよ。こんにちは。
やば、今日前髪ダメだ、すごいおかしい、どうしよう、なんでこんなおかしいの、え、大丈夫、あ、これはいいか、まだ、なんかどうかしてる。そうだ、昨日の髪型どうでした？私欲しがりだからめっちゃ聞いちゃう。どうでした昨日の髪型。どうでした？ツインテール。メイクさんがね、メイクさんが言ってたんだけど、なんかテーマは静香ちゃんにならないようにするって言ってた。そう、ツインテールしたいですって言ったんですよ、私。そう、私が言ったの、ツインテールしたいって。そしたら、じゃあまあちょっとあの静香ちゃんにならないようにするねって言ってくれて、そう、頑張ってくれました。そう、静香ちゃんみたいにならないようにちょっとこう、ここぐらいからね巻いてくださって、ワンワン。またやりますね。いつやろうかな。でもなんか私のこだわりなんだけど、その髪型をやってもらって、あ、これいいかもって思ったら、次その人がその公園にメイクさんで来るまでなんかやらないんですよ。言ってる意味わかるかな。なんかそのメイクさんって毎回同じ人じゃないから、なんかローテーションっていうか、まあ、毎回っていうか2日連続でいる人もいるんだけど、次今日来たら次何日後だよとか、そういう方が多いので、なんかその時にやるみたいな感じ。そう、違います、毎回違う、メイクさんって違うんだよ。そう、メイクさんって違うんですよ、毎回一緒の人じゃないから。そう、だからその方が来るまではやらない。でも例えば巻いて下ろすだけとかだったらまあいいんですけど、例えば昨日のツインテールもだけど、他にもなんかこの人しか多分知らない、やり方わかんない、なんか伝えるの難しいなみたいな時は、その人が来てくれるまでやらないです。メイクさんで公演中も待機してくれて、メイクさんは公演中はあれなんだけど、はけて次例えばパレオとかなった時はもうあれですね、あれです、髪飾り変えてくれます、すぐにババババってつけてくれる、もう早技、あれは一瞬です、一瞬で髪飾りをつけてくれます。ハートありがとうございます、ありがとう。そう、お忙しだよ裏では。もう昨日、そうそう、かのさんもあれじゃないですか、その最初巻き下ろし、巻いて、まちょっとここに編み込んで下ろしてたけど、あれも裏でメイクさんがはけた後にブワブワブワってやってました、二人がかりぐらいで。あ、15分だ、早い。じゃああと5分くらいしたら終わろうかな。20分、25分になったら終わります。全然5分後じゃなかった、まあいいや。こんにちは、今日は暑くない？すごい。てか、なんでこんな暗いんだろうと思ったら部屋の電気つけてなかった、なのにリングライトつけてるから、すごい微妙な光加減になってしまった。今日はレッスンしてきます、ツアーのリハなんですけどね、ちょっとやばいんだよね。
暑いよね今日はね。何曲だ、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9曲ぐらい9曲ぐらいです。今日は頑張ります。気合を入れます。自分に活を入れて頑張る。ツアーももう1ヶ月ないんだね。そうだよ、1ヶ月ないのにさ、まだこんなに覚えられてないだなんて。はあ、私大丈夫かな。覚えられる自信ないよ。久しぶりにこんなに焦ってる気がする。だって私まだ動画も覚えてないんですよ。1個も覚えてない。ガチで最初の番号が 2.5 なことしか覚えてないから、本当に青がの立ち位置覚えないと。立ち位置もだし歌詞も思い出さなきゃだし振りもだけど、そう、最初の立ち位置が 2.5 なだけは覚えた。まあでも青がは多分すぐ覚えれると思うけど。次何の曲やるか楽しみにしててください。ゼップ楽しみに楽しみに。はじめまして。本当だ、ありがとうございます。 SK48 チームメイトの石倉ゆずきです。ありがとうございます。今日初見の方多い、嬉しい、ありがとうございます。2000人だ、ありがとう。うん、ピース。やっぱ本当に暗いな今日。どうしよう、電気つければよかった。なんでつけてないんだよなんでつけてないんだろう。めっちゃ暗い。まあいっか、もうあと5分したら終わらなきゃだし。だるま、ありがとうございます。ありがとう。すごい気になる、暗すぎてめっちゃ暗い部屋。まあいっか、じゃあ外が暗いから余計にさ多分暗いんだよね。外が明るかったらまだ良かったかもだけど、部屋が暗いし外も暗いのにライトつけてるから余計に。あ、また初見の方だ、ありがとうございます。 SK48 チームエースの石倉ゆずきです。ありがとうございます。ありがとうございます。雨降るんかな今日。天気予報確認しておこう。一応持ってった方がいいのかどうなんでしょうか。でも降らなさそう、わかんないけど。もう降らないでいいよ降らないでいいよ、雨なんて降らないでほしい。だって雨嫌いだもん、本当に嫌い。雨いいです、雨は。降りそうで降らない、いやもうそれも一番嫌だけどね。それで降ったらもう嫌だけど、まあ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 。こんにちは。
偏頭痛あれば雨でないの。偏頭痛、まあでも頭痛いなって思うと雨っていうか雨降るか、まあ気圧低いかのどっちかだから、最近はすぐ頭痛いなと思ったら気圧だけは見るようにしてますね。で低かったらまあそりゃそうだって思ってって感じ。そう、気圧低いと頭痛くない。今日はでもねそんな痛くないかも。でも雨降ってる日とかは、雨降るような雨降る前日とかは痛くなる確率高め。初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれずきです。ありがとうございます。気圧見て納得する人。でも逆に気圧がそこまで低くないのに頭痛いと、え、なんでだって逆になっちゃうから、あ、気圧低いんだよかったって思うようにしてます。あんまり頭痛いと思わないようにしてるそう、やっぱ病は気からって言うんで。そう、傘とかさ本当に嫌だ。もうどうしたらいいんでしょうね。本当に本当に嫌だ。こんにちは。やっほー。そう、荷物になるから。傘ささがかりで雇ってください。じゃあ私のペースに歩いて、私のペースについてきてください。歩く私歩くの早いんで、よろしくお願いします。そこはこんにちは。あ、25分だ。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた明日の、明日は公演ですね。そう、もう何日が公演とか分かんなくなってきたけど、明日は劇場公演です。ぜひ見てください。ありがとうございました。今から ZEP ツアーのリハ頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。行ってきまーす。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。またねー。